なんということだ。ついに動き出してしまった。おい貴様、離すなよ、絶対に離すなよ。もし離したら腹筋2万回追加だからな。はい、隊長。メーナス様の思いを遂げるにはあなたの体を借りるしかなかった。なのに感謝してるんです。私こうしてまたシルクたちと会えたんだもの。今メーナス様は呼びましょうか。私に気を使ってくれてるのか、普段は眠っているみたいなんです。これって不思議な感覚。一つの体に二つの心。こういう体験ってなかなかできないですよね。そう。それならいいの。心を覗けるっていうのかな。お互いの考えていることなんとなくわかるんです。でもね、ちょっと不思議なんです。心のある場所だけ。もやがかかっているような感じ。その部分のメイナスさんの心覗けないんですよね。当たり前かな。誰だって秘密の一つや二つありますよね。ただどれだけこの世界のことを思っているのかはすっごくよくわかる。だから私なんかでよければいくらでもこの体使ってほしい。フィオル、メーナス様は喜んでいると思います。あなたと出会えたこと。ええ、知ってます。シルク、カリアン殿下から朗報だ。連合軍の撤退が間に合ったって。被害が最小限に食い止められたらしい。そうか、よかった。各所でも鬼神の攻撃に備えて避難が始まったって。間に合えばいいけど。俺たちもな、今度ばかりは負けられねえぜ。勇者も本気だもん。今度は負けないもん。俺らも行くぜ。戦力は大いに越したことはなかろう。そいつは心強いや。なんだよ、ロートルジジイが参戦する気か。お前が加わると一気に空気が熱苦しくなるんだよな。てめえには言われたかねえよ。